皆さんこんにちは、いッさんです。今日はね、あの、我が家の車中泊のポリシーみたいなところを一つお話ししたいなと思います。えっ、ー、と、我々の,あの車中泊のポリシーとして、一つ、えー、道の駅はなるべく使わないっていうルールを設けてます。その理由はすごくシンプルで、まあ、僕ら東京に住んでるので、日々、 すすごく人混みの中でで生活をしてるんですよね朝の通勤にしろ、えー、と会社に通うにしろお昼ごはんランチを食べる時にしろ夜飲み行って居酒屋行っても、まあ、とにかく人混みだらけの街で暮らして生活しているのでやっぱ旅先まで 人混みがあるところに行きたくないという、まあ、ただそれだけの理由ですね。道の駅ってやっぱり車中泊する人たちには人気があるので、あの、綺麗なトイレだったりね、お風呂ついているところがあったりとかして、やっぱり人が集まるじゃないですか。なんで、えー、どうしても、うん、人がたくさんいるところにわざわざ車中泊をするのに泊まりに行きたくはないなっていう理由からです。特に、ま長期休暇、うん、いわゆる お盆休みとか、それから年末年始、今年はゴールデンウィークみたいな、大型連休のところになると、やっぱり道の駅って、車中泊の車で大人気じゃないですか、なので、大型連休とかで、特に僕らもトリップ出てるときは、そのトリップ先では、道の駅は使わないようにしてます。だってあの駐車場ととかいろろんんなとこでで目撃したんですけどもう 道の駅の駐車場、満車状態になっているところをたくさん見かけたんですよね、駐車場、びっしりキャンピングカーとか、えー、とハイエースクラスの,、ね、あの車中泊している車とか、もういっぱい止まってて、さながらカプセルホテルみたいに思えたんですよ、東京でもこれだけ人混みの中にいるのに、旅先であんなカプセルホテルみたいな泊まり方はしたくないなっていうのがね、理由です。 でまあ、それでも何度か利用させてもらったことあるんですけどやっぱり人が集まるところってあのトラブルってどうしても生まれてしまうんだなっていうのはあの感じました例えばやっぱ食器洗ってる人とか洗濯物を知ってる人って本当にいるんですよね、これだけ。 マナー守りましょうって言っても今回もやっぱり見かけたし怒られてる注意されてる人を見たしああいう人たちが現れてしまうのはどうそれはまあたくさんの人たちが集まっているからどうしても目にしちゃうんだろうなって思いましたやっぱ目にしちゃうとあんまり気分良くないっすねああいうのねっていうわけで、まあ、うちも全く利用しないわけじゃないんですけど基本的にはうんと道の駅は利用してなくてじゃあどういうとこで止まってるかっていうと基本グリーンシーズンはうちはあの ビーチ沿いの駐車場で利用させててもらってます主に千葉県の、えー、と九十九里方面から南房総にかけて、うん、と車中泊するんですけども大体基本ビーチ沿いの駐車場を使わせてもらってるんですけども、まあ、やっぱり一番の理由はロケーションですね特に朝目が覚めた時に海が目の前に広がるそんな場所で目を覚ますことができるのが。 車中泊の大きな魅力の一つだと思っているので目が覚めて道の駅でわーって人がいるみたいなよりはやっぱり波の音であるいは差し込む朝日で目が覚めるみたいなねそういうのをやりたくてそもそもしゃしゃそういうことを体験したくて車中泊を始めているのでやっぱり基本はうちは、えー、海沿いに泊まるっていうのが好きです。 で冬はどうしてるかっていうと冬はあのー、ほとんどスキー場の駐車場を使ってますね使わせてもらってますだから理由はもちろん朝市からスキーをしたいからですねところがえ東北とかのスキー場になると,、えーとね、24時間空いてるトイレがないスキー場っていうのがたくさんあるのでそういう時は、ね、近くのやっぱり道の駅を利用させてもらったりしてます そういう時ぐらいですかねうちがり道の駅を利用して車中泊させてもらうのは。というわけで、まあ、人それぞれ、あのー、そのプランとかね行動の仕方によっても泊まるところとか変わると思うんですけども我が家のポリシーとしてはなるべく道の駅を使わない車中泊の旅をしようっていうことをやってます。では最後に、えー、こ,れこれまでやってき車中泊をしてきておすすめの ススポポッットトと、とそうでないいい両方紹介したいと思いますまずはおすすめでないスポットこれはですねこのゴールデンウィークの時に利用させてもらった琵琶湖の湖畔緑地っていうところにある湖畔緑地っていう、えー、公共の駐車スペースですねここが、えー、過去最悪の車中泊スポットでした詳細はですね、僕の動画 動画のリンクを貼っときますのでぜひそこから見てもらえればあのどんな状況だったか見てもらえると思いますもうねあそこは二度と利用させて利用したくないなってね思いましたねまあ、詳細は動画見てくださいで一番おすすめの車中泊スポットはえっ、ー、とね南房総のね鴨川にあるマルキっていうサーフポイ,サーフポイントの駐車場です あのもうマルキー駐車場って検索してくれればすぐ分かると思うんですけど、ここ、なんうのリニューアルしたばっかりの綺麗な駐車場で、全面アスファルトになっているのと、綺麗なトイレ、24時間使えます、それからサーファーには嬉しい、無料シャワーもついているのでね、サーフィンする人にはもう本当にもってこいの駐車場で、えー、車中泊スポットとしても僕はすごくおすすめです。ぜひえー、南房総で 車中泊される機会がある方は利用してみてください泊まってみてくださいすごくロケーションが綺麗なポイントなので楽しんでもらえると思いますというわけで今日は我が家の車中泊のポリシーなるべく道の駅は使わないっていうお話をさせてもらいましたさて立て続けにおしゃべりしている動画を投稿してるんですけどなんでこんなのを投稿してはし,し始めたかっていうと それはもう理由は簡単です。ネタが枯渇してるからです。なのでこれからもちょいちょいこういうおしゃべり動画もアップしていきたいと思いますので、ぜひ高評価とかチャンネル登録とかしてくれたら嬉しいですっていうかしてください。お願いします。またおしゃべりしたいと思います。バイ。Dude, that father is ten and permed!